岡山大学には留学しやすい環境が整っています。これまで年間で742名の学生が海外旅立ってきました。代表的な留学制度には交換留学、語学研修、短期海外研修があります。交換留学では岡山大学に在籍しながら半年から1年間海外の大学で現地の学生と同じように授業を受け生活をします。代表的な交換留学には EPOC と呼ばれるプログラムがあります。この EPOC では21の国、58の大学に留学することができ、選択肢がかなり豊富です。現地の言葉で学問に触れ、その国の文化や社会を深く体験できることが交換留学の最大の特徴です。一方、語学研修、短期海外研修は休暇期間を使った1週間から5週間のプログラムです。短い期間でもその国らしさを十分感じることができ、初めての海外でも安心して参加できるプログラムです。またワンヤングワールドサミットをはじめとする国際会議や給付金が充実した国際インターンシップも年中開催されています。分野は多岐にわたっており、より実践的な活動に参加できます。これらの留学が実りあるものになるよう、学内には様々な施設や制度があります。気軽に外国語で会話できる場所、エルカフェ、留学生と共同生活ができる国際学生シェアハウス、また留学にまつわる疑問を相談できる留学準備デスクなどがあります。入学されたらぜひご活用ください。それでは実際に留学を経験した学生の声をお聞きください。留学するっていうと、もちろん現地の授業を受けたりとか、なんかフラットメイトと共同生活するっていうのはあるんですけど、それに加えて自分が達成したいこと、留学を通して達成したいことを達成するためにはどういう活動が必要なのかっていうのを考えて、そのボランティアだったりとか大学のなんか団体に所属したりとか、自分でいろんなことに挑戦するっていう姿勢を留学を通して身につけることができました。私と同じようにボランティアとして参加されている方はイギリス人の方が多くて、向こうの現地の学生が多かったので、そのコミュニケーションを取ったりとかってするのも大変でしたし、そのミーティングの仕方っていうのがまた日本と違っていて、そのミーティングスタイルに慣れるっていうのも大変でした。っていうのはなんか日本だと発言権がこう順番に回ってくるっていうミーティングが多いと思うんですけど、もう私が向こうで経験したミーティングは発言したいやつが発言するっていうタイプで、もし自分が意見を言えなかったらもうその場に参加してないのと一緒っていう扱いになってたりとかすることもあって、どんどん自分から意見を出すっていうの力を鍛えられました。何事も諦めずに挑戦していってほしいっていうことを伝えたいです。私の場合は高校時代に留学行けるって思っていたのが、そのコロナっていうことがあって自分ではどうしようもできないことで留学が中止になってしまいました。でも大学生になってからもう一回留学に挑戦しました。なので自分にはどうしようもないって、どうしようもできないって思ってることもあるし、そういうこともあったとしても諦めずに自分が達成したいこと、やりたいことに向かって突かしていってほしいなって思います。初めての海外でやっぱり緊張しましたね。行く前は本当に明日から大丈夫なのかな、生活していけるのかなみたいなところで本当に緊張したんですけれども、まあ、そこはですね、岡山大学って事前にいろいろ研修があったりだとか、まあ、その研修以外にもその異文化プログラムみたいな形でその、異なる文化を知りましょうっていう授業とかがあったりするので、じゃあそこら辺でまあ学んだことをいろいろと活かせたのかなとは思ってます。事前にガイダンスを受けていて分かってはいたつもりでいた、そのいろんな文化の混じり合いっていう点が、よりその博物館の展示物とかを見ることに通して、まあ、理解が深まったかなという印象があったので、まあ、一番印象に残っているのが国立博物館です。はい、そのシンガポールで、まあ、
この範囲が一致していきたいってなっていたのがシンガポール動物園なんですけども、そこが全てあのオンライン上での予約になるんですけども、まあどうしても日本語のオンライン上の予約サイトとかを我々使ったことがあっても英語でってなるとなかなか難しいところがあって、クレジットカードの情報とかも全部その英語の記載を読んで書かないといけない、記入していく必要があったので、そこら辺でちょっと手間取るところがありました。現地の学生と一緒に大学の学部を見学したり、学外にも出かけたりしました。学内の活動では、農学部をはじめとする全学部の施設や研究を見学したり、タイ語講座、それからムエタイエアロビクスなどもしたりしました。学外の活動では、マットスキーやマングローブの植林、それからお寺巡りやフリーマーケットでの買い物などもしました。教室に座って座学をするというよりかは実際に体を動かして毎日楽しいアクティビティで盛りだくさんでした。農園でゴムの木を実際に切って樹液を採取したり、本当これぐらいの大きな昆虫を触ってみたり、フリーマーケットでは日本では見たことのないような激甘激辛の料理を、の匂いとか味を堪能したり、それからそのお店の人のタイの人の優しさも感じたりすることができました。その国の雰囲気っていうのはテレビとか人の話を聞くだけではわからないことだと思います。自分の体を使って能動的にこの未知の世界に踏み入れることで初めて自分の中に吸収されるんだろうなと思いました。EPOC というプログラムを使ってイギリスのシェフィールド大学に留学していました。留学後は主に国際的な活動としてさまざまな国際会議に出席していました。またワンヤングワールドハイブという岡山で開催されたワンヤングワールドにも出席して司会を務めました。ワンヤングワールドに参加して世界の動きがよりダイナミックに見えるようになりました。サミットは世界規模というところもあり、ウクライナやソマリアの人、アフリカの人など日本では出会えない国々の人からも人とディスカッションをすることができました。なのでそれらの人々と地球規模の課題についてディスカッションをすると日本で育ってきた私にはない視点があったりというところで驚きがありました。英語は単なるそれをこう言葉に変えていくためのツールでしかないので、ツールだけ持っていても中身がなければ何も始まらない。で、機械にその微妙な人とのやり取りとか何かを理解していく力とかそういったものをお任せするんじゃなくて、人間が生きていく時には人と人とのものが必要なわけで、それがあなたなわけです。そのあなたの中身を醸成していくっていう、人との理解力とかコミュニケーション力とかを、それは英語とまた同じぐらい大事なプラスアルファのもっと本質的なもの、それを経験したり学ぶために留学経験というのはすごい力を発揮してくれると思います。高校生の時はやはりその英語に力を入れた方がいいんですけれども、英語ができると今、ほとんどの、情報源が英語になってるんじゃないですか。英語できればすごいその図書も読める図書も多くなりますし、さまざまなその検索できるサイトの幅も広がってくるんですけれども、まずはその英語に力を入れて英語を通して世界に学んでいった方が、世界について学んでいった方がいいと思うんですけれども、でも、それか英語がもちろん重要なんですけれども、他の文化についても学ばなければいけません。その学生と話す時も結構その、もし行くのであれば、その留学行くのであれば必ず英語圏とかっていう学生がいるんですけれども、その外国はその英語圏だけじゃなく、実はその異文化は英語圏以外のところに存在すると私は思っています。何でも新しいことに挑戦してもらいたいというのはあると思います。それはなぜかというと、多分学生をやり続けている限りは時間はね、長期の夏休み春休みがあっていろんなことをできると思うけれども、
いざその社会人になってしまうとその時間でないと思うよね。だから、あの時間があるときに自分がやりたいことをどんどんチャレンジしてもらいたいなっていうのはありますね。何でもいいと思うの。ただやらないでその受け身で待ってるよりも何かやりたいっていうことを探してアクションを起こしてみるっていうことがとっても大切かな。で、まあ、全てそうなんだけどやっぱ受け身であるのは、まあ、待ってていいこともあるかもしれないけどやっぱ自分から動くってことがいろんな意味において大切かな。そうじゃなくても発信をするとかね、僕は今日こういうことに興味あるんだよって言ったら誰かが声かけてくれるかもしれないからね。だからやっぱしその自分から動く何かを発信していくってことは結局のところやっぱすごくこう人生にとってもその本人にとってもプラスだと思います。一人で立ち寄ったご飯屋さんで話しかけてくださった店員さんと世間話をしたことが心に残ってます。その方は会話をする中で私から日本人だということを伝えるまで私のことを台湾人だと思っていたらしくて、なんかそれがそれぐらい自分の中国語が上達したのかなと自信を持てるきっかけになった出来事だったのでとても心に残ってます。まあ、準備の段階とかで入れるかな来れるかなってめっちゃ不安になったり、あ向こうの生活でちゃんと生きていけるかなって思うと思うんですけど、まあ、大抵その場でどうにかしようと思ったら皆さん多分十分自分の中で力があると思うので、ね、大抵対応できるので、あまりこう留学行く前とか行った後もこう不安に感じることはなく、常にある程度楽観的にリラックスした気持ちで留学を楽しむっていうのをもちろん主軸に置いて、留学目指したりしていただけたら素敵かなと思います。こう渡航して初めてセミスターレポートって言って報告書を月1で出すんですけど、それを提出した時に自分の担当の先生からすごい信じられないぐらいの長文の返信が返ってきまして、ちょっとそれにこう感動して、なんだろう、その先生の留学経験とかなんかこう励ましの言葉とか書いてて、私もこうなんだろう、初めてもう行って到着してすぐの月だったのでまだまだ慣れない期間で、それにすごく励まされたのを今でも覚えてて、まあ、そういうふうに先生からも他の職員さんからもすごく大きな後押しがありますし、留学準備デスクとしてもこれは学生が相談に乗るんですけど、留学経験がある学生が皆さんの相談に乗るので、どうやって調べていいかわからないとか、まだまだ本当にこう留学に対してこう何の計画も持ってないとかそういう状態の学生さんでも、そういう学生さんこそぜひぜひ来てほしいなと思っています。私は韓国って言ってやっぱりそのアメリカとかイギリスとかその、まあ、定番な国には行かずに韓国を選択したんですけど、やっぱりその中で、まあ、やっぱりその辛いもの食べれないどうしようとか言語喋れないどうしようとかいろんなことを考えるんじゃなくて、まず行ってみるとか小さなことから行動してみるっていうことが大切だと思ってて、最初からアメリカとかイギリスとかその定番のところに行くんじゃなくて、面白い国って本当にたくさん眠ってて、そこをやっぱり一つ一つ見ながら、あ自分とこれが合うなあれが合うな違うなとかを選択しつつ自分の行きたい留学先とかを見つけるのが私はベストな方法だと思います。アルバータ大学ってもすごい本当にアルバータ州にあって自然豊かでカナダもすごく感じられるところだと思うので、カナダに興味ある方はぜひ行ってみてはと思います。だったらぜひ岡山大学でアルバータ大学のプログラム提供してるんで行ってみてください。自分が日本にいる時にはできなかったような考え方ができるようになりましたし、それから語学力の面だけではなくて人としてもすごい大きく成長できた部分がたくさんあるなと思うので、留学して本当に良かったなと思います。もちろん景色だけじゃなくてやっぱり日本とは違って海外の方がいろんな文化圏とか人種がミックスされてるというか、本当にいろんな価値観の人に出会えるチャンスが多い場所だと思うので、そういうところで本当自分が今まで知らなかったようなこととか
こういう考え方もあるんだっていうのに触れることによって、こう自分の人間としての幅が広がるっていうのが留学の魅力かなと思います。あえて海外に1年間住んでみることによって、外から日本を見ることによって、日本の良さ、その日本で暮らすことの安全性とか、あとそのご飯ですけど、ご飯とか、あとアメリカは僕働いてなかったんで、その物価とかもめちゃめちゃ気になってたんで、その食費とかも全部気になってた。そうですね、一回外に出ることによって、自分の日本っていう国の見方が変わったり、例えばアメリカ人とかめちゃめちゃ愛国心が強いんですけど、そうですね、日本、自分がそう生まれて育ててもらった国なんで、もうちょっとそうですね、愛国心じゃないですけど、その愛情を持ったりとか、その日本に対するその考え方っていうのは変わったりもしたんで、そうですね、結構自分の将来像とか いろいろ変わったり、刺激を受けたりするかなっていうのは感じました。なんかもうみんなもっと考え方も自由だし、やっぱりいろんな人に出会うっていろんな視野も広がるから、その特に大学にいる間に、いろんなまだ将来の選択肢がある間に留学に行くことによって、なんかもっと自分の興味も広がったり、視野も広がることで、もっと将来の選択肢も広がるから、すごいいい機会になると思うので、海外の良さも分かるし、逆に日本の良さも分かるっていうのはすごい一つ大きなメリットだと思って、やっぱ日本って便利なんだなとか、システムがすごいきっちりしてて丁寧なんだなっていうのはすごい改めて思ったし、そういう海外の良さも分かるし、日本の良さがより引き立つっていうのは、またこれからもし日本で暮らしていくんだとしたら、もっとそれをなんかありがたみを感じられるし、もっと過ごしやすくもなると思うし、なんかすごいいい機会になりました。